疲れ様です。お疲れ様です。今日はね、動画ちょっと衝撃的だね。これ放送できるんかなと思ったけど、はい。落下した経験をみんなに、まあ、1回ぐらいあると思うんですけど。落下した経験。落ちた経験。ある。1回だけ。1回だけ。はい。うん、僕は何回かあるんです。何回か。ちなみに俺出られてね。じゃあまあ当時ね当時ね今お金の落下はいっぱいあるけどオーマイガー失敗ですこれあのトビの子も見てくれてると思うんですけどまあ1回や2回は経験あると思うんですけど、まあ、安全帯使うとってもあるよね絶対にどっかではゼネコン入ってる方があんまりないんかな今ネットとかしっかり貼ってあるもんでそうですね、うん、まあね待ち場やってる子たちは結構多いと思うんですけど、まあ、ちょっとじゃあ実際に聞いてみようかねはいいいですかはい大丈夫思い出してない落下した時のこと、はい、じゃ あ, じゃあその、まあ、センター恐怖症じゃないねはい、あ、大丈夫それだけなんだそれもうセクハラになっちゃうからセンター恐怖症ですこれ向けたらこれクビになっちゃうからどうですか どんな経験あるあ今よくよく考えたら落ちたじゃなくて、うん、滑って止まったみたいなあ、滑って止まったあ、あるそれって手が怖いじゃん怖いです聞いとる人間は滑って止まっただけだよこの高さからね、この高さからとか3階建てとかマンションもいっぱいあるでねいくらでもねあれですね、うん、俺は怖かったろそうそれ真っ白だから溢れるだろ雪止めに足が引っかかって止まったみたいなあ雪止めまあ結局は、ね、屋根があって屋根の上で作業したのああそう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 、うんうん、はいはいそう落下、うん、つけようとしてる時ですか落下っていうのは何落下手すり落下手すりこっちつけ終わって、うん、横に移動しとる時に、うん、ちょうど雨で濡れとって屋根の上がそうそうそう屋根の上に歩いてあもうこれずっと全部ついてつけて回っとったんだあそうそうそうはいはいで横行った時にそのつるんと滑って、うん、危ねえみたいな屋根の上であそう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 もうちょっと危ねえとか言えろ危ねえみたいなあこれセンター教授だよお前そうっすもうでも結構ビビったな焦ったっす焦ったのはい雪止めに引っ掛けて雪止めにガーンって引っ掛かったのであそうっすもう完全に尻餅がやるんであそうっすでその物損を気にしようとっすね僕ケツ持ちついたんであもう屋根が割れんからあそうそうそうケツのでもさりげなくお前自分アピールだなアピールしてだんだん後ろに逃げてってもいいと俺は別に屋根割れるかどうかはそれだけを気にしたとそうっすね別に俺の体なんかどうなってもいいとまあそうっすねいやここから持ちたら怪我するでな確かに死ぬっすよね死ぬよなこっから落ちたらよくおるんですよねやっぱ戸建てみたいなところで落ちてって今ゼネコンだときも安全すっごいうるさいもんで、うん、逆にいいですけど、うん、逆にこういうところってやっぱ怪我多いよな気をつけてなお前なんかある一番やばかったのが、うん、まあ今ここ2階建てなんですけど2階建てじゃなくて3階建てあるじゃないですか、うん、3階建てのところのここバラシだったんですよちょうど、うん、3階建ての解体ね足場の解体で、うん、3階建て結構あるね9メーターぐらいそうです9メーターぐらいあって、うんうん、でちょうどその日の夜中ですかね、うん、夜中に雨が降っとったんですよ、うんうん、ただいつもその安全靴と足袋で使い分けとったんですけどその時は、うん、ああそういうことなそうそう安全靴と足袋で雨の日だと足袋とか履いて滑らんでなそうですね、まあ、ちなみにこれ僕もまあこれ、まあ、あの動画用だもんであれですけど足袋だと裏こうなっとるんですよもうほんと滑らんようにできとるんですよねもう全然違うんですよね、そうそうそうでまあ動きやすいのもでその時は足袋履いとったもんで俺楽勝だ楽勝だみたいな感じで、うんうんはい、もう屋根登ってバーってバラしとった時に、うん、なんかどうあれしたか忘れたんですけどなんかつるんって滑って、うん、バーッつまん屋根からこうつまんなっとったんで、うん、そのバーッてこの滑って落ちて怖いすごいねであそこ最後ラッカーあるじゃないですか、うん、もうシートもバラして最後トップバラしてたんで、うんうんその手すりのところですかね、うん、そこがあったんで手すりが、うん、手すりのところにバーンって引っかかってビューンって足がバーンもう体もこうやってなったうりゃーってこれうりゃーってうりゃーって思ってそうすごい笑いだよしないすごいっすねめちゃめちゃ怖くて、うん、その時あのキングトシですか、うん、キングトシも一緒にられたんで大丈夫か大丈夫かみたいな話したからそうかじゃあじゃあビューンって言うけれどって大丈夫ってそこまでできんかったそうビューンなって、まあ、こうビューンってなるもんでそのままもうこっちに倒れるじゃないですか、うん、バーンって、まあ、なって足場もすごいよな足場もすごい解体しとるとグワーいくだろグワーってなってこのままだって外からこれ今もう今、まあ、これ
組ですけど半分しか組んでないんでこれもう押したらもう完全に倒れるんですよ。倒れるんですよ。これはもう上からドーン押したら倒れます。全部繋ぐともう絶対倒れないです、うん、はいはいはい、うん、なんかちょっと繋がっとったもんね、よかったっすね。あ、マンダ、はい、でもグワーなったしグワーンってもう開いてたっすね、グワーって開いて確かに、大丈夫かって大丈夫かってバーンってで、その時僕も、そのやっぱ僕の体なんか別にどうなってもいいもんでっもう、あのそ、家が大丈夫かなこいつどうするいらんな、こんな職場こんな職場いらんわお前もキャバクラ行っとけ、お前チャンネル登録者増やしてこい、それが仕事やそれは怖いわ。それからなんか旅入っとっても関係ないし、もうちょっとビビってやっぱちょこちょこっとずばらす、うん、そうだな、屋根の上だとなかなか安全帯も使えへんしな。そうですね、うん、難しいよね。難しいですね。ヒヤッとは結構あるだろ。ヒヤッとある、ない、ヒヤッとあるっすね。ヒヤッとあるっすね。物落としたとかな、まあ、よく動画でも材料投げるというけど、まあピケラの小立てやる人もみんな投げるんで、まあそれがいかんって言い出す人もおる。まあ今の上場さんは言わないですけど、まあゼネコンだと投げた感じね、多分重機で釣ってくださいだけど、もう仕様が違うんだね。各界に下ろしていくんだよね、新築は。でかあの、そのゼネコンって基本新築しかない、改修工事やらないんで、改修工事と新築ってまた全然やり方も全然違うからね、うん、どっちが上とか下じゃないしね。要コメントで所詮町場だとかあるけど、はい、まあ、あの俺はずっとゼネコンやっとるで分かるけど、ゼネコンやっとる子は逆にもう町場ようやねんね。逆にビビっちまって、そうっすね、うん、ようやね、新築とかあの重機入れてやってるだけなので、そうそう、まあ、どっちがいいって悪いってないけどね、そうやって書くやつに対してはいいんだけど、そんなことないや、どっちも大変だよって、うんうん、まあ最後なんか俺、自己啓発みたいな話したんだけど、はい、では今日はありがとうございました、いい話、聞きいただいて、また見てー。あ、サムネ撮らなかったんだよ。あ、そうだ、ちょっと、あの、危険な映像だね。あれ、お前ちょっとぶら下がってきないよ。せめてここら辺の方がいいですよね。あ、それ取材のか、それなのか。あ、でもここだったらいいんじゃないですか。で、こっち向きぐらいでちょっとパシャッと上、まあ、反対もいいか。どっかで逆に俺足持ってたから。はい、あ、いや、いいよ、これ、いいかな。映っていいんですよ、ちょっとおふざけでいいじゃん。始めるんだろ、痛いっすね。腰上げて、腰上げて。あ、これでもうこの向きにしよう。あ、いい。この向きで、これ目上げろ。変な…目上げろ。これデリジュやるじゃないですか。これ面白いじゃない。で、ちょっとカメラ向いて、カメラ向いて。デリって…で、あ、テラも見ろよ、カメラ。はい、今見てます。はい、あ、はい、あ、逆光や、あ、逆のがいい。じゃ行くよ、カメラ見てね。せーの、いくよ。はい、手が痛い。オッケー、あ、チーズ。はい、いいっすね。痛いです。これ面白いですね。サムネ結構稼ぐ。